ボルグ、マッケンローゴーリの男と炎の男は2017年のスウェーデンデンマークフィンランド合作の電気・スポーツドラマ映画。有名なライバル関係であった実在のテニスプレイヤーのビヨン・ボルグとジョン・マッケンローが対戦した1980年ウィンブルドン選手権の男子シングルス決勝戦を描く。監督はヤヌス・メッツ、脚本はロニー・サンダール。 出演は、スベリルック・グドナソン、シャイア・ラブーフ、ステラン・スカルスガルド、ツバノ・ノボトニー、ロバート・エムズラ。第42回トロント国際映画祭のオープニング作品となった。ビヨン・ボルグを演じるスベリルック・ドナソン、ジョン・マッケンローを演じるシャイア・ラブーフ2016年5月、テニスのライバル同士であるビヨン・ボルグとジョン・マッケンローについての映画の企画が発表された。 デンマーク出身のヤヌス・メッツが監督を、脚本を、スウェーデン出身のロニー・サンダールが担当することも、明らかになった。メッツは2010年のドキュメンタリー映画、アルマジロと HBO のドラマ、トゥルー・ディテクティブの1エピソードの監督として知られる。制作は、スウェーデンのアニメーション映画、ボムッサ・ザ・シーフ・シティで知られるジョン・ノーステッドと、2010年の 映画、イージーマネーのプロデューサーとして知られるフレドリック・ウィクストレーム・ニカストロが担当する。配給は、スカンディナビアでは、ノーディスクフィルム、国際的には、SF スタジオが行う。2016年5月、スベリルック・ドナソンと、シャイア・ラブーフがそれぞれビヨン・ボルグとジョン・マッケンローの役としてキャスティングされたことが発表された。ラブーフは、 第69回カンヌ国際映画祭でのバラエティ誌のインタビューで、脚本やスカンディナビアの監督と仕事をすることに興奮していることを述べ、良い映画を作っている。スカンディナビアの映画は作り方が違う。ペースも違うし、クルーの関係性も違う。絆の形も違うと語った。また、同記事で、ステラン・スカルスガルドが、 ボルグのコーチのレナート・ベルゲリンの役にキャスティングされたことが明らかになった。8月16日、ツバノボトニーとロバート・エムズがそれぞれマリアナ・シミオネスクとビタス・ゲルレーティスの役としてキャスティングされたことが発表された。撮影は2016年8月に開始し、ヨーテボリ、プラハ、ロンドン、モナコで行われた。ボルグが子供時代を過ごし、 テニスを始めた場所でもあるセーデルテリエでも撮影が行われた。また、ヨーテボリのスタジオで、ブロードウェイシアターのスタジオ54が再現された。プラハのシトバニツンのテニス競技場は、ウィンブルドンのセンターコートに見立てられ、1980年ウィンブルドン選手権の決勝戦のシーンが撮影された。グダナソンは、後域室からセンターコートと見曲がう場所へ。 何百人ものエキストラの前を私とシャイアが歩いた時、巨大な真実味を感じたと語った。同年10月、スベリル・グドナソンとシャイア・ラブーフがそれぞれビヨン・ボルグとジョン・マッケンローを演じている写真が初公開された。本作は2017年9月のスウェーデンでの劇場公開と並行して第42回トロント国際映画祭のオープニングを飾った。 イギリスでは9月22日に公開、アメリカでは2018年4月13日に公開された。映画批評集積サイトのロッテ点トマトズには130件のレビューがあり、批評可支持率は83%、平均点は10点満点で6.5点となっている。また、メタクレッティックには30件のレビューがあり、過重平均値は63、100となっている。ありがとうございます。